ちょっと森マンもいるんで、森マンも、はい、森マン対決のことをちょっと話したいなと思うんですけれども、まあまあ森マン対決終わっても5年6年になりますけど、あ、もうしばらくやってないね。やってないです。まあもうやらないんですけれどもいろんな、いろんな対決をしました、はいはい、本当にいろんな対決して、タツアツあんかけをこう掛け合ったりとか、はい、ありましたね。あの芸人同士やからもう殴り合ってもしゃあないから、タツアツあんかけ、はい、いろいろ本当いろいろやりました。その中で、本当に一番嫌いなんか、先ほども出ましたけど、ごぼうしばき合い対決、これがね、なぜそんなに嫌いなのかあんまり分かんないんですか、ね、ごぼうって食べたことしかないでしょ。まあそうですね、はあ、皆さん、はい、ね、きんぴらとかにして食べたことしかないでしょ。おいしいですよ。ごぼうで殴ったことないや。ないです。ものすごい痛いんです。もう食物繊維が半端やないんです。ごぼうの、また番組で用意されるごぼうなんて、もうどっから見つけてきたっていう、もうごぼう界の黒人みたいなぶったぶった言ってる。本当に痛いな。あれでもう殴られて、ごぼうしばき合い対決って言ってるけど、しばき合いじゃないんです、しばかれてるだけやから俺は。やったことないもんね。やったことないもん、殴ったことないんだもん僕。ないんだもん。またそうね、それがもう本当に、もう本当に嫌いなんです、ごぼうしばき。それがなかったらやるんでっていうぐらいごぼうが嫌いね。あ、ほんで僕それ終わった後、もう頭もボッコボコになるの。あ、コブがね、コブが。これぶっちゃけた話ね、 あれ終わった時、僕すぐ病院行くんですよ。知らなかったでしょ。ほんで脳波を調べるために、そこまで、MRI 受けてるんだよ。ビーンっつって、ごぼうしばき合い対決の後は必ずあれちょっと心配から、森マン大丈夫って俺心配してスタッフに聞いたら、森マンはパーティーしてますモリマンは終わってすぐパーティーなんです。僕は打ち上げ、うん、MRI ブイーンってほんでもうこのごぼうがもう嫌なの。このごぼうが本当に嫌なの、はい、そのごぼうに花言葉があったの知ってました？花言葉。いや、ちょっと知らないですよ。ごぼうにも花があるからね。そうです、そうです、はい、花咲くから、はい、ごぼうに花言葉があるんです、はい、例えばバラやったら、あの愛とか愛情とかいう綺麗な花言葉なの、はい、ごぼうの花言葉、はい、いじめないでって言うすごいよね。これは巡り巡って、花言葉を見てから決めたわけじゃないからね、もちろん。これだから僕ずっとごぼうが敵やと思ってたけど、味方やったんやって。そうですね。そっち側抜けるんだ。そうよね。それで初めてなんかこう距離が縮まった。縮まった。でまたやる気になってきたわけです。町にはこう選手がね。ソルジャーがね、はい、いてね、はい、できたら関わりたくないなっていうね。いや俺もね、二十歳ぐらいの時に、今と札幌のあれがどこやったのかは覚えてないんですけど、スタッフと二人でなんかね、若い子が集まるね、こうバーみたいな、とこ行ったんですよ。ほんで飲んで出てきたら、おいちょっと待てよって悪そうな子にね声かけられて、あるおいお前今ガメッタだろ。ガメッタか。ガメッタ。あんまり。いやお前さっきあの店ではガメッタだろって言われて。いや僕ガメってないと思うんですけど。いやお前ガメッタんだよって言われて。いや僕ねそもそもガメり方知らないんですよね。どうだろうね、後で聞いたら睨んだみたいなことを言うんですよね。そうです、ことがこうあったりしましたよ、で若い時ってそういうことあるじゃないですか、去年ぐらいですかね、サバンナの高橋と京都で仕事終わって、その日は京都泊まりなんですよ。で京都って皆さんこう感覚としては同じ関西で大阪のね隣ですから、こう近い感覚があると思うんですけど、大阪はもちろん大阪と京都テレビ番組全く一緒です。もうバラエティばっかりやってます、芸人さんいっぱい出てますけど、大阪は道歩いてても芸人さんとしょっちゅう会うんですよ。まあね、だから大阪ね、例えば、あの引っ掛け橋ってあのグリコのあの辺り歩いてたら1日に3回ぐらい島木ジョージさんとすれ違ったりみたいなことで、もう大阪人は芸人に対して免疫ついてますから、そんなにそこまでこううわーっとなんないんですけど、
京都は関西番組なんかも一緒も芸人さんをいつもテレビで見てもうてますけど芸人をそんなに見かけることはないんですよ、うん、だからその免疫内から見つかった時の反応がすごいんです。で学生の街ですからもう若い頃がうわーなるんですよ。だから京都の夜ってちょっと怖いんですよ我々。サバンナの高橋と2人で終わってさあどうする、なんかねクラブが最近できたらしいですよ、ちょっと行ってみますって大丈夫かそこ言うてこう行ったんです。ほんならクラブにうわーって学生同士がなんか喧嘩みたいになってそれをセキュリティの黒人の方4人が止めてるみたいな。いやここ無理やろここ今から入っていくの、お前ソルジャーが戦士がもう半端やないかなこれってとか言ってあかんかここはあかんでとか言ったらあれジュニアちゃうか高橋ちゃうかみたいになってうわこれやばいやばいやばいとまたね夜中12時ぐらいさ今からどこ遊びに行こういう時間帯ですけど我々にしてはもうこれあかんなもうとりあえずもうホテル帰るしかないでっつって帰ることになったんですよ。そんなに京都で泊まることもない寂しいなこのまま京都の夜終わり、うん、って言うてたら高橋がね、うん、ジュニアさんこうねこういう心に今傷が我々あるじゃないですかとこういう心の傷をね電話したら癒してくれる女の子が来てくれるお店がありますけどどうですかっていうね夢のような夢のようなそんなことこの京都の夜何にもないな寂しいなっていうこの傷を癒してくれるそんな優しい女の子が来てくれるそんなシステムがあんのと知らん、まあ、これなんですけどもう可愛らしいこんな可愛い子がこの傷を癒してくれるのかと、うん、そうですって言うからね、いろんな可愛らしい子がこんなんとかこんなんであるな、ね、あるあそうなんやそうなんやほんな俺たまたまこの子すごいタイプやぞとこの子癒してくれんのこの子が癒してくれますあそういや高橋はいや僕この子がタイプですこの子も癒してくれるんですあほんまかほんなら、お互い頼もうやとということで電話してくれた高橋が、うんちょっと混み合ってまして1時間ほど待ったらその傷を癒しにそのお部屋まで伺いますと分かった分かった言って1時間なんかすぐやがな言って、はい、でもちろん同じホテルでしたけど別の部屋で、まあ、待ってた1時間1時間もう1時間10分あら1時間20分あれ、あれ高橋に電話してちょ高橋もう20分も過ぎてるけどもどうなってんのかな、ね、あほんまそうねちょっと電話してみますわ言ってそのお店に電話してくれてほんでまた折り返しかかってきていや兄さんなんかのあと10分待ってくれ言ってますもう向かってるあと10分待ってくれ言ってますあほんまほな10分かほな待つおー言って待ったんそっから10分経ち20分経ち30分経ちもう2時間ですもうホテル戻ってから、ねちょっと高橋なんぼなんでも遅すぎんかと、うん、もう自然治癒力で治りかけてるともうええやろ心の傷が時間あればもうええやろほんなら電話してくれてなまだ折り返して高橋が兄さんどうしましょうどうしましょう電話つながんないですそのお店と電話つながらないです、うん、えまあでもお金を払ったわけでもないし、はい、もう女もええやんそれで、うん、もう女も何もなしでもう今日はもう傷も癒えたし、うん、寝ようと、うん、寝ようかな思ってたらそっか15分ぐらい経ってですかね、うん、ピンポーンってなって向こうで男性なんですよ、うん、でガチャッと開けたらあのどこどこのもんですと、うん、今連れてきましたあの前金になってますんでつってああね、うん、あそうですか、うん、まあお金払って、うん、ね、まあ、せっかくもう来てくれはったから傷を癒しに、うん、あの僕のタイプの可愛い子がね、うんお金払ってああもうすぐ来ますんでつってほら5分ぐらいでピンポーンってなったからあ来やったと思ってカチャッと開けたらえあの俺が選んだ子のお母さんみたいなどえらい方が来られたんです、うん、いやもうお母さんですやん、うん、ストーンウォッシュのジーパンにここにアーミーって感じでトレーナー来たダサーいやもう年齢もだいぶ召されてるんですよいやあのーっつってあ
あ、俺、もう、大丈夫です。大丈夫です。もう傷言えましたんで、もう大丈夫です。って、お金返ってきませんよ。もういいです。お金返ってこなくてもいいです。うん、この人とは僕、正直もう無理です。うん、って言って、うん、すいません、言って、終わったんです。うん、で、寝たんです。もう次の日起きて、高橋に聞いたんです。お昨日どうした？あの後ね、30分後ぐらいに来たんですよ。ストーモーションにアーミーって書いてあって来たんですよ。お、どうしてん？いやー、もう電気消して一線交えましたよ。あいつが一番でもソルジャーですよ。戦ったんあいつ一線交えよったんですよ。戦いよった。戦ったか。戦いよった。やるなぁ。負けたよ。負けた。そういういろいろね、そういうとこいっぱいありますから、いろんな店あるでしょうね、いいとこ悪いとこ運んですから ね、 ね、本当に先週なんですけど、はい、ちょっと家族旅行に行ったんですよ、はい、で僕まあこれねあれなんですけど神経質なんですね、うん、で結局家でも嫁と娘は当は俺一緒にやっぱ寝てないのよ、寝室はちょっと別にしないと、一人じゃないと寝れない人なんですよ。でも旅行行った時はさすがにそれは一緒にホテルですから一緒に寝るんですけど、やっぱりこう特にホテルやからベッドも違うし枕も変わるからまたこれなかなか寝つけなくて、でもうこういう時はもう大体僕睡眠導入剤を飲むんですね。で飲むとまあまあ30分ぐらいしたら聞いてくるんで、ああよかったよかったと思って、まあ、家族3人でこうね寝てたんですけど、やっぱホテルなんで熟睡がやっぱなかなかできないんでしょうね、はい、そんな強い薬でもないんで3時間ぐらい経ったらパッと目覚めてもらったので、目覚めた時にもう一回寝れる時ともう無理って時が あるんですけど、はい、もう自分のことやから分かんねえ、もうパッと目覚めた時にもう目がパッと開いてるんで、はい、あこれ絶対もう無理やわと、はい、もう一錠足すしかないぞと思ったんですよ、はい、で僕こういう薬なんかあった時のために、まあ、薬のこんなケースがあるんですけど、はい、そこにまあいろんな薬入れてるんですけど、まあ、嫁も娘も寝てるからもうまあ暗い薄暗がりの中でもう一錠こうパッと飲んで、はい、で水でワッとなって、まあ、なんかこれなんとか寝れるかなと思って目を閉じてじっとしてたら一向に寝れそうもないと、はい、それどころか体が熱くなってきて、はい、おいおいおいこれマジかまさかなと思って、はい、その薬のケースを持って、はい、トイレ行って明るいところで見たら、はい、僕間違えてチンチン立つ薬飲んでたんでいや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 寝られ寝られこっから嫁を起こしてやるかい、いや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 嘘やろ、寝られ、もう夜中の4時やでムンムンムン起きて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 嫁いや嫁いやちゃうな一人いや一人はきついぞこっから一人は俺きついやとにかく一斉抑えて抑えてその日は寝たんですけど、はい、朝からも大変ですよ、もう子供はプール行こうとかショッピングやいうはい、はい、プール行ってる時もショッピング行ってる時もずっと僕7分立ちぐらいでなんじゃこの旅行そんな話なんですよ気をつけないとダメですね、本当にほんまに本当にダメなんですよ、危ないですね、ていうか家族旅行にそんな薬持っていくなっていう話僕も思いました、あそれ持ってんねやって、そうなんですよね、だから一緒くたにしてまた似てんねん色が芸人になる前に結婚しようと思ってる男の人がいまして一緒に住んでたんですけど、いや別にまだ笑うとこじゃないんですけど、別に全然まだ想像してるよ、想像してる、ありえる、ありえる、一緒に住んでたんですけど、私が仕事終わって帰ってきたら、その彼と、彼がバンドやってたんですけど、バンドのやからたちとなんかもうすごいもう飲んだくれて、もうぐっちゃぐちゃの状況で雑魚寝してたんですよ、うん、して見たらなんかもう一升瓶とかもう転がってるし、うん、焼き鳥とか の残骸が散らばってるんで、あもうお腹も空いてないだろうなと思って自分の分だけ夜ご飯を作ってたんですよ、うん、そしたら彼が起きてきて、うん、あご飯作ってくれてんだみたいな感じになったんですけど、うん、え私のだけって言ったら、てめえふざけんなよって怒鳴られて、
普通みんなこうやっているんだったら、お前みんなの分ぐらい作るべや、早く作れやって怒鳴られて、じゃあまあしょうがないなと思って、その作るのは全然良かったんですけど、その時史上最強の貧乏で、そのみんなにご飯をこの食べさせると、私3日間ぐらい昼ご飯抜きだったんですよ。そう、それでまあしょうがないなと思って、あのご飯となけなしの野菜とでチャーハンを作り、味噌汁を作ってたら、そのやからたちがなまらいい匂いしねとかつって起きてきて、でしょって言いながら、ちょっとこう作り終わって、みんなにこうおもてなしをして、じゃあ食べますかってみんな揃って、じゃあいただきますって言ってご飯を食べ始めたら、その一口目チャーハン食べただけで、その付き合ってた彼がまずい、何よこのチャーハン、なんまらまずいんだけどとかってすごい文句を言い始めたんですよ。でも私にしてみたら別にそんな言うほどまずくもないし、でそのやからたちもよいや別に食べれるけどみたいな感じで、じゃあ食べようよ食べようよって言ってたんですけど、もう全然彼がもうまずい、本当お前何なのよ、俺の友達たちにこんなもの出して何してくれてんのよって、ものすごい空気が悪くなったんで、なんか嫌だなと思って、じゃあそれだったら一人食べなきゃいいんじゃないって言ったら、それがなんか多分逆鱗に触れたみたいで、てめえ誰に向かって口聞いてんだよってチャーハンバーってぶん投げたんですよ。で私にしてみたら、それ置いといてくれれば明日おにぎりにして持っていけるし、でこのチャーハン散らばったのは私が片付けなきゃいけないし、で何してくれてんだよってムカッときて、私も立ち上がったら、その時にあの2人で猫を飼ってて、その猫がものすごいお利口さんな猫で、いつもそうやって喧嘩になったら私の前に来てすごい守ってくれる感じのナイトみたいな、すごい本当にお利口な、あんま普段泣かないいい子だったんですけど、そのチャーハンぶん投げた音で寝室からわーって来て、その猫が私の前にまたキャッって立ってくれたんですよ。で、あーそっか、みんなもいるし、そういう時は怒っちゃダメだなと思ってちょっと反省したんですけど、その猫が私の作ったチャーハンばらまいてあるじゃないですか、そのチャーハンの匂いを嗅いだ途端にヒヤーって見たことないぐらいヒヤーってなって、えっと思ったら、その猫がそのチャーハンに向かって砂かけすごいしたんですよ。で猫の砂かけって、あのうんことかおしっことか臭いものに対してあのかけるっていう行為なんですよ。それを見たその彼がてめえ猫がクソだと思うもの人間に食わせんなっバーってひっくり返れてて、私わかめだらけになってしょうがないなこれはって思ったっていう。切ない話やな。そうなんです。え、別れてしまったんや。そうですね、別れて、そのやからたちとは未だに飲んでるんですけど、やからは残ったんや。やからは残ったんですけど、やからと喋ってても、あんなまずいチャーハンは今まで出会ったことがないって言われるぐらい、本当はまずかったみたいなんですよね。何なんですかね。何なんですかね。逆にレシピ教えてほしい。これはあの僕が高校3年生 の、 あの NSC っていうあの吉本のタレント養成所行ってる時の話なんですけど、あのまあ僕の同期に同い年 の、 あの香里ちゃんっていう女の子と、で2つ下のなっちゃんっていう女の2人で大正不動産っていうコンビ組んでたあの子がいて、でそのタレント養成所行って終わって、ほんであのちょっとこうファーストキッチンのところでちょっとみんなでこう喋ってたんですよ。で僕ここ男一人で座ってて、で大正不動産の香里ちゃんとなっちゃんが座ってたんですよ。でなんかこう会話をこう聞いてると、あのなんかなっちゃんがあの香里ちゃんに、なあ香里ちゃんちょっとあそこ見せてくれへんって言い出したんですよ。ね、見せるね。すいませんね、ちょっと聞いてもらっていいですか。ちょっとだけで、なあ香里ちゃん、あそこ見せてくれへん、なんであんたこんなとこであんたにあそこ見せなあかんねんな。違うね、なっちゃんな、あの自分のやつもな、あの鏡で見たんよ、あのまたいで、ほんならなんか変やねん、なっちゃんの。大丈夫やって、そんなもん人それぞれやから、香里ちゃん言うんですよ。でも、いや、なっちゃん、あれやねん、ほんまに心配やねん、見せてくれへん、もう嫌や、こんなとこで、みたいな。で、そんなんがあってて、僕も、いや、どこで言うてんねんな、言って。
で僕もちょっと後ろこう横向いてたんですよ。ほんなら、なあ見せてくれへんかおちゃんお願いし、私の部屋ね心配やねんって言ったら、じゃあ分かったわってなったんですよ。でえ見せんの僕でと思って、まあ僕はこう後ろ見てたんですよ。ほんならそのなっちゃんいう方が、あの僕ら制服やったんでまだ高校生やから、でこうやりながらちょっと制服をこうやって、でなっちゃんがなっちゃんがこう潜ってかおりちゃんの見てたんですよ。ほんで、あーわー、あやっぱりなっちゃんの変やわってなったんですよ。でも変は恥ずかしいし、もうあんたは言って、でいや私変やわってなって、ほんならそのかおりちゃんがあんたそんだけ変や言うんやったらあんたのちょっと見せてみーや、恥ずかしいもんちょっと違うもん、でええから見せてみーやってほんでもうやめときやって僕はこっちでこう聞いてたんですよ。ほんならかおりちゃんが次なっちゃんの中入って入ったんですよ、うん、で見てて、いやあんた、ごめんなさい、おいおい大輔さっき笑ってもらったな、ごめんなさいあのスカート入ったよな、かおりちゃんがさ、ああなっちゃんのスカートの中入って見てて、で何言うんかな思ったら、かおりちゃんがいやあんたセリやんって最低最低の話や、最低何どういうこと、んでその話を置いてんだなあ第一に持ってくるの、いやそんな時に見せんでいいじゃないですか、それがもう面白くて僕1時間ぐらい腹かかって笑ったっていう話なんです。子供が2人いまして、子供が2人、7歳と3歳の女の子なんですけど、あの子供って1回受けたらそればっかりしようんですよ。あやるやる、で、これも悪いんですけど上の子が、最近大人が喋ってることを聞いて歌いよるんですよ。でこれまず、これは本当に悪気はないんですけど、嫁と近所の奥さんがおるんですけど、あの奥さんゴミ出す時ちょっと必死な顔になったらカバに似てるよなっていう話でそれでわーって笑った時に上の娘があのおばちゃんの顔カバに似てるって歌ったんですよ。ほんでそれでちょっとわーって嫁と笑ったんですよ。でこれが受けたって書くのなったんですよね。そうね、はいはいはい、ほんでもうなんかことあるごとに歌うんですけど、まあ、家の中やったらいいんですけど、そらしや外で例えば僕は靴買いに行ってて、押しの強い店員さんにはちょっと僕断りづらくなるんですよ。ほんで座って、まあ、履いて足何センチですか、27です、じゃあちょっとサイズ見てきますねって行かれたりするんですよ。ほんで嫁がわーって来て、買うのって言うから、どうしようかな言うたら、まあ、そんなんややめといた方がええんちゃうって言うんですよ。で僕が、まあ、分かった、履くだけ履いてとりあえずうまいこと言って出るわって言うんですよ。でそれを聞いてるんか知らないんですけど、店員さんがお待たせしましたってプリプリ帰ってきて、僕の足バーって履かしてグッグッてやってる横で適当に言うて、吐くだけ吐いて出るわとかをもうなんか心なしかグイッグイッグイッってされてるみたいな、もう買わなしゃあないやんみたいなことになるんですよ。ほんでうわーもうって言うて、もう前田歌うなと、もうお父さんとお母さんの、まあこれもお父さんお母さんが気づけたらええねんけども、歌ったあかんって言ってたんですけど、ある日あの蕎麦屋さんに行ったんです、はい、で結構高い蕎麦屋さんって聞いてて勉強のために行ったんですよ、はい、ほんでまあ普通に入って周りお客さんもたくさんいらっしゃって、パッて見たらあのカツ丼が1,500円で天ぷらそばが1,800円ぐらい、はい、僕にしてはなかなか高いんですよ、はいはい、でこれ高い思いながら、でもまあ勉強で来たからどんなもんか食べなあかんわ思って、ほんでとりあえず、まあ、嫁はなんかもうそんなとこでなんかおろしそばみたいな食べよるんですよ。まあいいんですけど、ほんでなんかもうガツッとほいやってあるんですけどね、おろしそば食いよるんですよ。ほんで、まあ、子供はカレーうどんと親子丼を取ってシェアしろと、で僕はもう一家の主として、カツ丼と天ぷらそばって言って頼んだんですよ。ほんでみんなバーって行って、でもう一回ちょっとメニュー見せて、やっぱり高いんですよ、はい、で冷静に見たら天ぷらそばとカツ丼頼んだけど3,300円や思って、はい、これなかなかやなと思って、嫁に俺だけで3,300円やって言うたんです。ほんならめちゃめちゃ大きい声で、はい、パパだけで3,300円って歌い出した。パパだけで3,300円
で周りの人はもう黙ってるけど高いって思ってるのか知らんけどめちゃめちゃ笑い出してなんか心の代弁者現れたみたいな、はいはいはい、もうパパだけでわー笑ってるからやめろ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 お前恥ずかしくやめろやめろやめろって言うてそれで欲が嫁やったんですよ嫁にハッハッハッってやったんですよもう黙らせっていうことでハッハッてやったら嫁がってうなずいて子供にクシャッて言ってあよかったと思ってやめんのかな思ったら子供がまたパパだけで3300円安って見え張ってたいや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 そこそうちゃうやんまあそれだけのお話でしたすいませんこれ7年ぐらい前の話なんですけど、松本さんに、はいグアム旅行を連れて行ってもらったことがありまして、でその時今田さんとかもおられたんですけど、そこに後輩も何人か連れて行ってもらって、で僕と、水玉熱風隊っていうで秋っていうやつとあとあの山下っていう、今うどん屋さんやってるあの山下と3人で行って、でまあ楽しくこうグアム旅行を過ごそうとでみんなでこうスーパー買い物行ったりとかなんかいろいろしてたんですよで夜に ABC マートっていうところがありましてでそこでなんかこう買い物しよう言うてで買い物してる時に、僕ら若手は全員一緒の部屋やったんでとりあえず5日間ぐらいあるからエロ本買おうと男がこんだけおってねエロ本あった方がもうって言うて、うん、で3冊ぐらいパックであったやつを買うたんですよ、はい、ほんでさあ秋ほんなら半分置いて僕もその時お金なかったですからもう割り勘で行こう言うてこういうことは割り勘で行こう言うてほんでまあ秋何ドル言うてほんで山下に「はい何ドル」って言ったら「いいです僕いらないです」って言うて「何やねんお前せこい」山下ってむっちゃせこいんですよほんま2つ折りのねボロボロの財布使っとるんですけど1000円とかももう全然出さないから上ガサガサになるぐらいのあんまりお金出しようらへんやつ分かりますずーっと入ってるからずーっとその1000円入ってるからいざ出した時もボロボロの1000円出してるようなそんなやつなんですよほんで何やねんお前せこいのって出せやお前言うたら、うん、いや僕もういらないですからってほんならもうええわほんで秋と顔ほんで僕ら二人で買うたんですよでお前みんなよ見せんぞ絶対に僕いらないですってなっててでまあその旅行が始まったんですよでまあ3日目ぐらいに昼間に兄さんプールでこう焼き飯のとか好きなんでまあお昼間こうホテルのプール行ってたんですよでこう火に焼いてたら山下がなんかちょっとなんかそわし始めてで兄さんちょっと一回部屋戻ってタオルとかもう一回持ってきます新しいのってなっていやいやあるやん今いやいや兄さんそれはもう使ってたやつ僕新しいやつ持ってきます言うてなんかスーッと行きよったんです部屋の方にほんで僕はハッハーンと来よったとね、うん、男が3日間ね、はい、もうこれ自分で勝負なのねごめんなさいね子供もいんのに言うよでもね言うよもう俺は言うよ言うよそれしか言うてないもん言うよ言うよほんまに言うね怖かったそれをなんかほんでその部屋に行きよったから、うん、ははんとこれ自分でやるよるなと、うん、で僕こっそーっとこうついで行ったんですよあとつけなかったあとずっとつけていって、うん、もう俺らの本見よったらもう蹴ったろうみたいなんですよ腹蹴ったろうみたいなんですよ、うん、ほんでこうついていってエレベーター乗り寄ったから俺 もう横のやつ読んで、うん、で行って、うん、バッて行ったらまだ部屋遠くやったんで部屋バッて入りよってまだ早いなと思って、うん、しばらくずーっとおって、うん、で10分ぐらいしてから行ってこそっとカードのやつでガッて開けたんですよ、うん、ほんなら案の定、うん、ベッドでもう枕2つぐらいちょっと高ーしてってなったんですはいお前おいお前ちょっと待って動くなお前こら人のエロ本見やがって言って現行犯やはい現行犯で捕まえたろうまでで、ブワー行ったら僕らのエロ本はここにあったんですよ、うん、ほんで、あれと思ったら、うん、ちょっとしたその
あの初日にあの ABC マートでなんか50ドル以上お買い上げの方になんかその年の新しいミニカレンダーみたいなのをくれるみたいな、でそのミニカレンダーがこんなんですよ。そのミニカレンダーがあのこう開いてあったんですけど、そのミニカレンダーに実際あの外人がヌードになってるんですよ。わかります？ああ、もうこんなんですよ。って言ってお前これでいけんの、お前こんなんでいけんの、お前もうそんなの想像でええやんけみたいな。ない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 、いやすいません、でも見たらあかん約束やったんで、でも僕これで十分です。じゃあそれって、そういう話なんです。数年前の話なんですけど、はい、また今札幌吉本で前方と単独ライブやろうかとかって、まあ、札幌吉本の事務所の横に稽古場があるんで、まあ、そこで何時に待ち合わせねっつってネタ合わせやりましょうって言って、まあ、その日私ちょっと早めに着いちゃったんですね。で、まあ、テーブル着いてふーっと思ってみたらちょっとちっちゃいなんか箱があって、なんだろうと思って手に取ってみたら、あのよくハワイとかにあるエロトランプだったんですよ。はいはい、でもあの男性版エロトランプで、うん、と思って見てたら、まあ53枚さまざまな裸体があるわけですよ。でもろ出しのやつで、そしてまああの全裸でこうベッドに寝そべってもろ出しのやつもあれば、森の中でポーズ決めてるのとか、ピリッピリのタンクトップで下は出してるのとか、あのちなみにジョーカーはワイルドな男が全裸であの股間にテンガロンハットを引っ掛けるってやつだったんですけど、まあまあさまざまないろんなバージョンがあるなと思って見てた時に相方がおはようって入ってたんですよ。ちょっとアマンさんこれあのちょっと4枚好きなの選んでって言ったらって言って、まあもうはうちの相方なりのツッコミなんですけど、もうって言ってあのバーって広げて適当に見るのかなと思ったら、すんごい時間かけて一枚一枚めっちゃ丁寧に見て、まあ、仕分けをしていたんですけど、でまあ最終的に4枚自分の中で残して、その4枚っていうのがあの本人気づいてなかったんですけど共通点があったんですよ。はい、まず男性はバラバラの男性なんですけど、はい、あのデニムのホットパンツで全員ハミチンってやつを選んだんですよ。そうですね、あの僕2年前かな、あのずっと東京に住んでたんですけど、うん、大阪に家族全員で引っ越しして、もう東京事務所預かりから大阪事務所預かりになったじゃないですか。で2年前からやっぱこの今まで出会わなかった師匠たちとお仕事をするようになって、はいはい、でまあ大師匠ですよね、大阪におられる方って言ったら、まあ、カウスボタン師匠とか二角師匠とかも、まあ、その中であの清志師匠がやっぱすごくこう圧があるというか、はい、あの人はね、まあ、有名やと聞いてたんですけども、もうそれを目の当たりにしたというのがあったんですけど、以下あの西川清志劇団って言って一座って言って、もう西川清志で息子さんとか娘さんとか奥さんヘレンさんとかで劇団をやったんですよ。ね、あの大阪の新歌舞伎座というところでやって1500人ぐらいさ、もうこれぐらいのお客さんがもうみんなお年を召された方ばっかりの劇団です。うん、ほんで僕がその素人名人会というコーナーの審査員で来てくれって言われてゲストで、ほんでパッと行こうとしたら袖で待ってたらもう1500人そんなお年を召された方相手したことないし、どうやって笑い取ったらどうしようって袖におったら清志師匠が来てくれて、宝生君大丈夫やからと、そんなに緊張せんでええから。でその時にゲストが真野美香さん、僕で末成由美さんやったんです。でこの順番で並んでて、僕がマイク持って宝生君とこ行って、どうおばちゃん2人に囲まれてって質問するから、宝生君はお線香みたいな匂いがしますって言うたらウケるから、すいませんありがとうございます、ありがとうございます、もうこれでもつかみバッチリやし、あこれでも俺も落ち着くなと思って、いざ本番迎えて、でみんな座って僕のところ清志師匠が来て、パッと宝生君どう、おばちゃん二人に囲まれてお線香みたいな匂いがすると思うけど。腹立つ。どう
ってこう腹立つわ全部言うてるこの人一応僕そうですねお線香みたいな匂いがします言ったけどまあ全然受けなかったあいつ腹立つ嫁にお使いを頼まれまして、方向器いうのがあって、はい、方向器っていうのがあって、陶器でできてて、その先にコンセントがこういうボンっていうのがついてて、はい、それを差し込むと、明かりがついて、その上にエッセンシャルオイルのやつを垂らすと、ごく香りがええやつだった。で、これを僕が割ってしまって、それ買うてきてって言われて、ほんでそのエッセンシャルオイルのやつをもう買うてきてと、ほんでそのエッセンシャルオイルっていうのは今は分かるんですけど、その時分からんかって、はいで、まあある、そういうとこが売ってそうなちょっと黄色の看板の名前は言わないですけどというところに行って、はいはい、ですいません言ってガチャって刺したらごっつええ匂いする機械のやつありますかって聞いたら、うん、そこの店員さんがちょっとできそうな女の人だったんですけど方向器ですねって言われて、はい、あ、分かんないですけどガチャって差し込んだやごっつええ匂いするやつですって言うたら方向器ですって言うからあじゃあ方向器見せてもらっていいですかでそこ連れて行かれてでこちらですああこんなんやったわでこれもうてあちょっといいですかこれに垂らしたらごっつええ匂いするやつありますよねエッセンシャルオイルですねって言うからあそれはどうかわからないんですけど垂らしたらごっつええ匂いするやつですエッセンシャルオイルですってああまあ、うん、分かりましたそのねごっつええ匂いエッセンシャルオイルですって言うんですよほんでねそれ連れて行ってもらえますかって言ったらエッセンシャルオイルはこちらですって言うんですよね客がごっつええ匂いするやつって言うたら あごっつええ匂いするやつですねでええのに、うん、ずーっと食い気味でエッセンシャルオイルですねってはいはいはいでなんやなんやってなって、うんうん、ほんでそこ行ったら結構な量があるんですねいろんな会社から出てるんかもしれないですけど、はいはいはい、うわめっちゃあるってでこれもこれもこっからこう全部ごっつええ匂いするやつですかって言ったら全部エッセンシャルオイルですってえあそうですかってなってこいつかましたろうかな思ってこれも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 全部エリオするやつはいこれもこれも全部エッセンシャルオイルですって言うんですよでくっそ思ってほっと見たらエッセンシャルクリームっていうのがあったんですここで変化球投げたろう思ってこれもごっつエリオするやつですかってこれはエッセンシャルクリームですって言うんですよかまへんなこいつなんやねん思ってこれ全部なごっつエリオするやつですかはいエッセンシャルオイルですくっそー思ってもう最後の最後や思ってほんならこれも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 エッセンシャルオイルですかって俺が言うたんです言うたったほんならえっていう口になってたんですかねものすごい大きい声でえいって言うたんですえーとはいが混ざってえいって言うて勝った思ってそのまま勝ったんかなこれコンビ組んでた時の話なんですけど、まあ僕ら天然素材っていうのをずっとやってまして、それがこうもう下火になってきて、でまあお客さんも少なくなってきてでまあでも女の子にワーキャー言われてたんですねまあこんなんですけれどもワーキャー言われてた時になんかホッシャンとねコンビ組んでたんですけどホッシャンといやなんかやっぱりこう男の人にこう笑ってもらえるようなことをせなあかんのちゃうかとそのワーキャーは大事やけど今から頑張らなあかんのはやっぱり男を笑かしてなんぼやみたいな。でそういうイベントしよう言うてでいろいろこう考えてたんですけど本当にその時煮詰まってと言いますか若かったっていうのもあるんですけど何していいかがちょっとよう分からんようになってた時期でまずなんかこう日本人形とこけしとそういうのあってまあここまで隠すんですけどまあどれが一番早いこといけるかとかなんか自分でやってねそういうことをやり始めて何ちょっとごめん分からん分からん聞き逃してるかな俺どっかで聞き逃したから、うん、分かる、うん、ノームがすごいからだから男を笑かさなあかんなで自分らがほんまに面白いことをやらなあかんのちゃうかってなった時に、うん、日本人形とこけしとまあほんま怪獣のおもちゃとかいろいろ置いてでまあジャイケンで取り合うんですよでまあよっしゃ俺日本人形が一番ええんちゃうかなって日本人形置いてでこうついたてしてお互いでこうここまで見せへんようにしてそういう V で撮ってるんですよほんでどっちが早いことをいけるかっていうねそんなんしててそれは V やったんですけどこれ全然これあかんなと何の無理こんなもんお客さんに見せることでもないし当たり前じゃん喋ることでもないわいやほんでどうしようとああ
ほんならもう何したら面白いんやんってなって、何したら面白い、よしほんなら T シャツをどっちが食べれるかやらへんかって、うん、ほんで T シャツ、白の T シャツ3枚1000円とかのやつをこうできて、で、あのついたてして、あのさあ食べようと、でついたてで、まあお水とかジュースとかいろいろあるんですよ、でマヨネーズ、ケチャップとかいろんな醤油、わさびとか置いといて、で調味料は何使ってもいいっつって、でさあ30分でどっちがよく食べれるか、いっぱい食べれるかやろう言って、よーいスタートってなって、あのハサミでその T シャツちぎっては醤油につけて、ダンブリアとかマヨネーズいけんちゃうかなとか、それをずっとやってたんですよ。で30分してはい終わりましたってこうね、仕切りのやつがおって、であかんかったなと思って、僕ほんま全然食べれへんかったんですよ。で持って行ってホッシャンは言ったら、ホッシャンもう半分ぐらい食べとったんですよ。半分で食べれてんの。マヨネーズいけるって。ケンコバに聞いた話なんですけど、はい、もうそんなんもそろそろ出てくるわね。アントニオ猪木さんの話なんですけど、あのアントニオ猪木さんと一緒の飛行機に、なった方がいるんですって。でその人に聞いた話らしいんですけど、あの結局誰やねん、誰誰にどうなってきたか、僕のところに来たかは、僕はコバなんですけど、コバはどっから来たかわからないんですけど、でなんかラスベガスから成田に着くやつやったらしいんですよ、うん、で猪木さんが窓側に座って、で通路側にあのお付き合いとその当時 の藤田ってご存知ですか、藤田和之でした、はいはいはい、もうゴリラですよ、ゴリラ、金髪のゴリラ、ちょっちょいもうゴリラが横に座ったみたいなんですよ。ほんで、まあ、ラスベガスからつい飛んで成田に着く時の話らしいんですけど、で、あの間もなく成田に着きます言って、でそれぐらいからもう藤田はものすごい寝てたんですって。でもう言って寝てて、ほんでもうあの成田にザーン着いたんですよ。で着いてあのポンってあのもう着いて、これ外して荷物取れる時間になって、ポンって言うてもまだクーって寝てるから、猪木さんが藤田、藤田着いたぞ、藤田、藤田、藤田着いたぞ、成田だぞ、藤田成田だぞ、うざっ、セダロン、ナダロン、オッケー、いかないで、いやいや見たわけじゃないんやろ。ちゃくちゃやな、また聞きのまた聞きです。飛行機でね、はい、あのまあまあ、うん、今日も飛行機乗りましたし、乗ってた、ね、よく乗らせてもらうことがあるじゃないですか、はい、ほなまあいろんなことがこう起こってね、起こってね、まあこれもなんか子供がね、うん、もうずっと泣いてるんですって。それも大変でしょう、それ気圧が変わったりしても子供にしたらね、うん、それもたまんないでしょ、飛行機なんて怖くて、うわー泣いてるのをスーツ着た60代ぐらいの男性が、おいお前ハワイやろ、お前ずっと泣いてるらねえか、お前静かにさせろって怒鳴ったんですって。なぜそこに居合わせたのか、うちの政治が。あね、おいそういうの我慢できませんから。うん、おのれこれ、お前もこんな時やっとおっさんになっとんねやろ、何お前いきなりおっさんになったみたいな顔して文句言うとんねんこれ、おー我慢せー、じゃあみんな、うんって正義やうんって言ったら、あったらこんなの子供なんてもしょうがないろ、ゴンセーだ、 CA さんバー二人来て政治取り押さえられたんですよ。まあちょっとね、見てくれの問題でせっかく正義見てくれの問題で、ね、見てくれの問題ですけど、まああったり、いろんなことがあって、福
福岡で仕事があって、そんでその日は泊まりなんですけど、夜なんかちょっとしたキャバクラみたいなの連れて行ってもらって、で聞いてたらお医者さんの学会、ものすごい大きい学会が福岡で今日開かれたと。だからもう日本各地のすごい偉いお医者さんが福岡に一堂に会してるって言うんですよ。へーとか、そうなんや。次の日お昼間ぐらいに飛行機乗ろう、乗ったら、まあ僕一応まああのビジネス乗してもうたら、先生昨日はあれでねとか言って、先生とか言って、俺以外全員お医者さんなんですよ。これ誰か一般の人どっかあれなったら、この中にお医者様はおられませんか、あの例のね、これ全員が手挙げることになると、これ見たいなぁ思って、もう誰かなら、俺どっかいたなれとか、俺どっか取れろとか、うん、まあまあそんなね、結果あのそんなこと起きませんでしたけど、はい、みたいなことがあって、っていうのは僕昔一回だけ見たことがあって、若い時にこの大阪伊丹空港を向かってる時に、この中にお医者様おられませんかってなって、うん、えあのドラマでのやつやん、まあ、ドラマのやつやんと思って、なんか女性がなんか引きつけ起こされたかなんか でいてあって、お医者さん一人いてはったんですよ、うん、ほんでたまたま俺の前が広いとこやって、うん、CA さん来はって、ここで治療させていただきたいので、もしよかったらその席を変わっていただけませんかって言われて、あ、全然変わりますよっつって変わった。ほんで、まあ、ついて CA さんありがとうございましたって、いえいえとか言って、俺はそのまま大阪の劇場行った。ほんなら俺そこにネタ帳置いたまま席変わったもんやから忘れたんですよ、ネタ帳を。あ、ネタ帳置いたままやー、また航空会社電話して、こういうことで席が変わって、そこにノートを置いてたんですけど、大変申し訳ございません言うて、すぐにあのお調べしますって調べて、ありました、どうしましょう、どちらにお持ちすればいいですか言うて、その劇場までね、ほんまもうすぐもう小1時間でそれ持ってきてくれはったんですよ。でこの度は本当に席も変わっていただいてすいませんでした、ありがとうございましたみたいな、いえいえとか、でもすごい丁寧なんです。でもしよければこちらどうぞって言ってね、ほんだあの細長い箱をいただいて、あはいとかで、結構軽いんですよ。これ何やろうなと思って開けたら、こう棒の先っちょに飛行機の駒ついたおもちゃで、こうカタ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 、多分あれノート見て、だいたいこれぐらい喜びそうなやつやなと思って。僕あのケンコバに聞いた話きたマジかお前、はい、はい、でケンコバメンタルすげえな、ケンコバに聞いた話なんですけど、ケンコバはなんかあのなんか飛行機にやったなんか知り合いに聞いたっていう話、誰の話やねん結局はあの僕はまあコバに聞いたんですけれども、なんか、ラスベガスから成田に帰ってくるあの飛行機の話なんですけど、その時そこにあのアントニオ猪木さんが乗ったはった、猪木さんの話なんですけど、あの、まあ、窓側に猪木さんが座られてて、でその時にあの付き人の藤田っていうあのでっかいやつ、もうゴリラですよ、あの金髪のゴリラみたいな、当時ね、それがあの横にいましたから、でそれを横に乗せて、まあ、ずっとこうラスベガスから来てたわけなんです。で成田に着いたんですよ。で成田に着いてポーンって言って、もう外して荷物下ろす時に、まだあのゴリラの藤田がカーッて寝てるんですよ。で猪木さんが藤田着いたぞそう言うてもまあ寝てるんで、藤田着いたぞ、藤田成田だぞ、藤田起きろ、藤田起きろ、着いたぞ、成田だぞ、元気ですか。この間ね、この間3階のちょっとまあテラスみたいな、はい、お店行ったんです、うん、ね。ほんでまあ後輩とでまあお酒頼んで、まあ、後輩がちょっとジュニアさんあの話聞きましたってね、いやーおもろい話聞きましたよって言うんですよ。で知らん知らん何って言ったら、その大阪のね新喜劇をやられてる、まあ、辻元さんという方がね、はいはい、
杉本茂、はい、座長がおられてまあもう大先輩ですね。本番中、いや吉本新喜劇って第、まあ、1期2期1幕2幕があって、でそれもずっと出てはって、2幕の途中ぐらいまだこう出はるんですけど、1幕をやってる時にお腹がもうなんかすごいことになったんですって、ぐる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 って辻元さんが、ほんでそのお弟子さんじゃないですけどもずっとこう横につけてる若い芸人がいてるんですって、ほんでやりながらお芝居やりながらお客さんには一切聞こえんように、腹ちょっとやばいから便所までの動線全部ドア開けとけと、もうマジで一刻争うから全部動線ドア開けとけって言ってこうお芝居やりはって、もうほんまやばいんですって。ほんまやばい。ほんで1幕終わりました。終わったその子はもう先はけて全部動線ドア開けて待ってる、もちろんあの男性トイレ大便のところも開けて待ってる、でうわーって行った、全部開いてる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 、便所も開いてたってパッて見たら便器は閉まってたんですよ。一番の動線やん。お前なんでここ閉まっとんのじゃこらーって言って、うわーってもうフルでフルで行ってもうたんですって、うん、2幕始まる、2幕途中からもう全部着替えて2幕出なあかん、お前なんで、もう一人若い子がいて、お前お前これ全部掃除しとけって言って何食わぬ顔で2幕やってで終わりました。終わりました。2幕終わりました。うん、どんな感じかちょっと様子でも見に行こうかって見に行った、ほらもちろんね成人男性のフルですよ。匂いもすごい、はい、それをなんぼ先輩か知らんけども、もうこうやって後輩がね、なんてこんなもんそうせなあかんねんっていうことでしょうね多分、っていうのを見て、お前らこら先輩のうんこ何ちゅう顔で掃除しとんのじゃあ言うて、えらいキレられたんですってっていう話を俺聞いてる間中、もう俺もうグラグラグラーなってんすよ。けど後輩がおもろい話あるんですよって喋り出したから、俺途中でちょっと待ってくれって俺言えなかったんですよ。だから俺も最後まで、もうあの動線全部ぐらいからも俺はもううわーなってますから。け途中で止めるわけにはいかん、このトークのこう動線をね邪魔するわけにはいかんと思って、俺我慢してもうグラグラーなってっていう話やったんらしいですよ、ほんま終わった終わりましたって言って俺もトイレ行こう思って、ほんならその店11時、バイトが入れ替わるんですよ。トイレ一つ荷物持った女の子がバタンって入ったんですよ。うわ俺ね、あこれやかんね、もうだいぶ時間かかるの、女の子がバイトユニフォームから修復に着替えるし、あこれやばいやばいやばい、どうしようと思って、で階段で、2階は階段降りたとこに便所があるんですよ。でこれが両隣がお店で、この2階のお店専用なんですよ、この便所は。でもここしかもないから、店員さんにすいません、あの2階のトイレ使っていいですよね若い女の子でしたけど、2階のトイレ使っていいですよねって言ったら、いやあのうちのお店のお客さんがちょいちょい使ってすごい2階からクレームが来てて、だから2階のトイレを使うのは無理なんですって言われたんですけど、俺うおーなってるから、いや俺の方が無理やでってちょっと声を荒げてしまい、もう行くで俺って言って駆け込んで、で下ろして蓋上げて、上げた、もう俺はフルで言ったけど上げたのをお尻で締めてんすけど、トーンですけど、俺はもう座った思って、あ感覚で、あ蓋座ってもうたと思ってますけど、もう無理なんですよ。もう無理やな。うわーってフルで大惨事またゆるいのフルでね後半に出まして、ちょっともうパンツと、いえーなんすか、漏らしたんすか、えパンツともう全部ですから、なんかズボンと、ズボンとT シャツ買うてきてくれ全部ですや
当はもうタン君のさ帰りとかさ、そうやな、蓋からの帰り無傷なんね、靴だけ靴だけジーパンがこうね、この子たちだけはみたいなまたまたやってて守ってた、この子たちだけはって言って守ってたよな、靴以外全部アウト、フルでほんで狭いトイレ、そうやで、ほん後輩が全部買うてきてくれて、買うてきましたよとかって開けて、くっせくっせ何やってんすかくっせとか言ってほんで俺40分ぐらいかけて汗だくで全部きれいに掃除して、まあまあそうやな、あの掃除の修道表あったからそこに千原ジュニアって書いて、まあちょっと皆さんには知らない人の話なんですけどね、フジテレビ、元フジテレビに清水っていうのがいて、はいはいはい、これがもう今もう辞めたんですけど、なんでしょうあれ不思議な男で、悪気はないんですけど、あんまりものをしっかり考えてないんですよ、うん、で仕事もそんな一生懸命やってないんやけど、なんか割と出世していって、はい、でなんか僕が見た時はもう大概鼻くそ食べてるだけのそいつまで鼻くそ食べてるわっていう、ほんまに鼻くそ食べてるんですよで日焼けばっかりしてるの、なんか言ったらもう日焼け、黒いですね、黒いんですよ、背中は真っ白なんですけどねとにかく日焼けが好きで、そういう遊び人みたいな、はい、フジテレビの社員清水、はい、元なんです、はい、ところがそいつは辞めたんです、こいつが辞めてからなぜかフジテレビの調子が若干悪くなっていったっていう不思議なやつ、でもこいつがおったからといって俺はフジテレビにとって絶対良かったとは思えへんねんけど、まあなんかそういう不思議なやつなんですよ、はい、でそいつが今なんか不動産みたいなこともやってて、はい、これがまたその不動産屋がまたうまいこと言っているっていうね、はい、なんか変な不思議なやつなんですよ、こいつが久しぶりにもう 先週ぐらいですよ電話してきて、松本さんご飯食べましょうみたいな、ああもうええよって言って、はい、フジテレビでいついつ仕事でしょ、それ行きますよって言って食べましょうって言うから、おいおいでって言って、でもうフジテレビの松本さん楽屋に今で待ち合わせみたいなで来たんですよ、はい、で来た時にあ出た出たと、こいつの清水の悪いとこ出たわと思ったんです、もう見るからにあこいつの悪いとこ出たなと思ったんですけど、僕はもうあえて何も言わなかったんですけど、浜田さんの楽屋どこですか、ちょっと挨拶行ってきます、いやそれはやめとけ清水、その格好ではやめとけで僕は必死で止めたんですけど、はい、あいつは悪気がないから自分の格好はどういう格好かも分かってるんですけど、はい、皆さんに説明しますけど、フライデーって書いてあるこのタイミングでそれで来るかな、何しようかな、何がええかな、あのね、はい、まあ三股又蔵すごい、いや三股又蔵なんですけど、三股又蔵とねちょっと話をしてたんですよ、はいはいはい、でお前最近仕事どうやねんって言ったら、いや仕事やってますよみたいなこと言うのよ、おいでどんなんやねん言ったらね、 MC とかみたいな回したりしてますからなんどんな仕事やねん言ったら、あの潮吹きコンテスト全日本潮吹きコンテスト女の子がいっぱい出てきて誰が一番潮吹くかっていうねねっていうか、ね、僕は知らんよねえあれそれの MC をやってるんですって、それ第3回第3回までやってるんですで、それ行く時はいつもビーチサンダル履いていくんですってびしょびしょになるからほいでね、いやそれをね、はい、三股と、はい宮迫と3人でいた時に、はい、三股がその話をしたから、はい、僕と宮迫はね、お前なええ加減にせえって本当に怒ったんです、はいはいはい、お前なそれは汚れやと、はい、これから売れていかなあかん芸人として志してんなら、なんやその潮吹きコンテスト第3回第3回まで3回目4回目も行くんやろそれはやめとけってね、はい、じゃあほんまに怒って、はいはいで、はい、すいませんそうですよねってほんまにそあの落ち込んだんですよ、ほんで宮迫がそれはそうで僕ちょっと今あの女の子呼んでるとちょっと今一番仲のいい女の子を呼んでるからもう来るねんって言って嘘みたいな話なんですけど、はい、来たんでその女でその子がその潮吹きコンテストの優勝者の子や
19歳ぐらいの時なんですけど、1個下 の、 あの女の子と付き合ったんですね。でその子はまあ本当にそういう経験したことない子で、まあ言うたら処女やったんですよ。漏れなくや漏れなくや処女やったんですよね。でだまな。でまあそういうことになりそうな時に、まあその前ぐらいからこうなんかご飯食べながらとかなんかやってる時、ちょっとプーって言うてってその子に、ちょっとプーって可愛らしいプーって言うてって言うてんのに、なんかブリブリとか言う子なんですよ。わかります？わかる？わかんないです。難しい。全くわかんないです。難しいわ。なんか人エッセンス加えてくんねや。プーって言うたらええのに、ブリブリって言われて何にも可愛くないじゃないですか。ああみたいな、そんな子なんですけど、でまあその子とちょっとこうええ感じになりまして、まあそういうことになったんですよ。でももうなんか私初めてやからとかやったんで、大丈夫やと僕に任しといてって言って、まあそんな19なんでそんなあれでしたけど、まあ僕に任しといてって言って で電気消してで、そうもう分かって恥ずかしいからな言って電気消して、でまあこうやってたわけですよ。でまあキスして、でちょっとこうブラジャー外して、でまあ行きますよね、おっぱい。おっぱいこう行こう思ってこうってやってたら、なんか耳元でってなって、おわっと思ってってやってたら、赤ちゃんに戻ったのって言うんですよ。なんてなんてこう胸をやってると、赤ちゃんに戻ったのって言うんですよ。赤ちゃんに戻ってない。し、大丈夫やし、そんなこと言わんでいいから僕に任せといて、何なん赤ちゃんに戻ったの。一瞬冷めかけたわと、危ない危ないと思って、またエンジンかけてこうずっとこうやってたんですよ。でまあそこはで我慢しとったんです。赤ちゃん暗かったかわからないんですけど、目慣れてきたらってやってたんですよね。ああ我慢してくれてはると。で下触ろうとしたら、もうなんかこうってなって、ど真ん中はやめてって言うんですよ。で、なんで？いや、下触ろうんだら、ど真ん中はまだ待ってみたいな。俺、お前、その一回電気パーンつけて、お前なに？その選ぶ言葉が全部ごっさい。何やねん、その赤ちゃんに戻ったの。ど真ん中、ど真ん中って言い方、お前。何やねん、その言い方。黙っといて言うて。全然して。で、まあ結ばれたっていう話なんですよ。鳥肌スクープっていうね、こっちやってます番組。やってんのかな、ね、すごいこう、衝撃映像みたいなのを見るんですよ。もうそれなんかゲストで呼んでもうて、すごいんですよ。その時、俺が見たやつが、アメリカかなんかの映像なんですけど、ライフルの練習してるんですよ、はい、おっちゃんが。はい、で空き瓶缶が置いて、バーンとか言って。ほんでこう自分でその練習風景をカメラ自分で撮ってる。でバーンとか言って、その空き瓶を直しに行くのがなんかって、こうライフル置いて立てかけて、ほんでその的の空き瓶取りに行こう思ってたら、それずっと映像映ってるんですけど、ファーってライフルが倒れて、バーン倒れたんですよ。倒れた衝撃で引き金引いてもうて、パーンって自分撃つんですよ。やろ俺が、うわーって、わーってなるよ、びっくりして。ほんで番組収録終わって楽屋戻ってパッて見たら、うんこ漏れてた。うんこ漏らすな、兄さん。ゆるいな、おい。基本言うなってもびっくりしすぎて、マネージャー、女マネージャーにめっちゃ怒られた。何やってるんですか、こっちが鳥肌ですよ。札幌に、今もう東京行かれたんですけど、ショーハンティングさんっていう、はい、大先輩がいらっしゃって、で、イベントに呼んでいただいて、で出て打ち上げに連れて行っていただいた時に、お前どこのホテルやんねんって言われて、名前は覚えてないですけど、札幌の、ホテルでした。でお前部屋入ったって言われたら、まだ入ってないです。
で入ったらな、これたこれ叩け2回って言うんですよ。なんですか言ったら、知らんこれ、部屋入って2回手をポンポンって叩いて、パンって跳ねるような音したら大丈夫やけど、モスモスってなったら霊がおるって言って。聞いたことある、はい、でちょっと待ってください兄さんって、僕そんなんめちゃめちゃ怖いんでやめてもらえませんかね。いやお前叩け叩けと、とりあえずそれを確認せ、で怖いからもうそんなんやめてくださいって酒ブワー飲んで、もう忘れようと思ってガーって飲んでベロベロになって、ほんでまあ帰ってお疲れさまでした兄さん言うて、ほんでホテル帰ってカードキー差し込んだ時にその映像が出てくるんですね。あの兄さんの2回叩けよみたいなのが言って出てくるんですよ。うわ思い出してもたこんだけ飲んだのにってなって、ほんでまあとりあえず入るか言って、そんな高いホテルでも正直なかったんですけど、うわーっと入っていってよしと思って叩いてみようと思ってタンタンってやったら、ちょっとモスモスって聞こえてた。モスモス言うてるやん。ほんでお兄さんにもしモスモスって言うたらどうしたいんですかって言ったら、モスモスがパンパンって言うまでもう叩き続けろと。だから A がもうこいつモスモスやりだしたってなって逃げていくからって、うんうん、あの友人兄さんっていう方なんですけど、うんうん、で言われてもうそれ覚えてたから、もう僕夜中の1時ぐらいずっとモス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 ってやりながら、もう風呂行ってモスモスとかモスモスってやってて、もう僕は必死ですからパンパンって言わせたいから、モス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 ってなったらビリビリビリって電話が鳴ったの、はい、えってなって、めっちゃ怖いやん。もう取った瞬間なんかね、例えばですよ、取った瞬間そんなことをやってもいかないよみたいな言われるちゃうかってなって、あーもう怖い怖い怖い、めちゃめちゃ怖いよ、って言いながらはいって取ったら、フロントから苦情が来てたらしくてその苦情が、あ兵頭様すいません夜遅いんでフラメンコの練習やめてるそれで終わると思って、もう寝よう、あの最後モスモスのまま寝たけど大丈夫でした、はい、そういう話です。うちの相方ちょっと男癖が悪いと言いますか、まあ、本人私にあんまり言ってこないんですけど、やっぱちょいちょい、まあ、東京にいる時いる時で芸人から聞いたりとか、札幌来たらま狭い世界なんでいろいろ聞いたり、まあ、私が住んでたとこの、まあ、札幌ですけど、あのすすきのラブホテル街の近くで夜犬散歩とかしたら元彼と歩いてるの見ちゃったりとか、もうそういうの聞かなくても分かってるんですよ、いろいろなんですけど、まあ昔まだ東京にいた時ですね、あの今だったらスケジュールってあの携帯にね入れる時代ですけど、当時あのスケジュール帳っていうのを持ってて、ほぼ自分たちでも仕事は管理しろみたいな環境だったん で、まあ楽屋からちょっと相方がいなくなった隙にちょっと勝手にスケジュール帳を見てやったんですよ、うん、ただまあ仕事のことしか書いてなかったんですよ、その月間スケジュールには。プライベートなことは一切書いてなかったんですけど、謎のシールが貼ってあったんですよ。事務的なあの丸いピンクと水色のシールが、例えばですけど週にピンクに水色1ぐらいのペースで貼ってあるんですよ。でたまにピンクと水色1日に2つある日もあるんですよ。これは何だろう、相方が書いてた、もうっつって何見てんの、いやいやいいじゃないって、っていうかこのシール何って聞いたら、もうっつって言わない、ちょっと可愛くぶるんですよ、楽屋とかで、いやいや教えてっつったらダメっつって、すっごいそのしつこく聞いたんですけど、いよいよ教えてくれなかったんですよ。でそっから会うたんびにあのシール何って聞いたら絶対教えてくれなくて、で後輩までも使って、マンさん森尾さんが知りたがってます、あのシールは何なんですか教えてやってくださいありとあらゆる手を使っても教えてくれなかったんですよ。してまあ1ヶ月ぐらい経ってそれまでずっとしつこく聞き続けたら、いよいよ答えてくれたんですけど、当時好きだった男にピンクは電話で喋った日で水色は会った日って、意外とやってなかったんですよそうですね、あの岩手県でやってる蘇民祭っていうお祭りあるんですけど、皆さんご存知ですかね。あの2月ぐらいにあの男の人たちがふんどし一丁でなんか水の中とかに入ってやる男の裸祭りっていうやつなんですけど、それが2008年ぐらいにすごいワイドショーがものすごく蘇民祭を取り上げるようになったんですけど、それはなんかあの JR にその蘇民祭って書いてあるポスターを掲示したら、あのケムクジャラの男の人がわーってやってるポスターで、ちょっとそれはちょっと風紀的にどうなんだいっていう感じで、
ものすごいワイドショーが庶民祭を追ってて、うんうん、でようやく2月に庶民祭当日になって、ふんどしの男たちがわーって水の中でなんか暴れて、とりあえず庶民祭は無事終わりましたっていうニュースがずっと流れてたんですよ。で庶民祭終わったんですけど、その次の日にもスポーツ新聞とかそのワイドショーでまた庶民祭の話題が流れて、そのタイトルが下北でも庶民祭っていうタイトルだったんですよ。で下北ってあのおしゃれタウンじゃないですか、東京で。私もよく飲みに行ったりとかしてたんですけど、その下北沢の朝の8時半ってもうラッシュで、学生とか通勤の人とかいっぱいいる中で、男3人が全裸で練り歩いているところを通報されたと。それでみんなキャーってなってるんですけど、その3人の男たちは商店街を練り歩いてって、その主犯格の男がテレサ・テンの償いを歌いながら空いてる店に入って自己紹介してるところを公然わいせつで逮捕されたと。でその主犯格の岩手県出身36歳職業不詳が元彼でした。それが青いシールの人。じゃあそれ青いシールの人です。